なりから要塞は、サカルトベロの首と、トビリシを見渡すなりから丘にある、古代の要塞である。倉川のあぜに位置しており、なりから要塞の麓には、トビリシの名前の由来となった、温泉街のアバノツバニがある。なりから要塞の城壁2枚が険しいなりから、丘の上に建てられており、アバノツバニとトビリシ植物園の間に位置している。丘の上には、 聖ニコラス教会と13世紀に火事で消失した教会の跡地にドアが3個ある1996年から1997年の間に完成した新しく建てられたなりから教会がある。教会の中はフレスコ画で装飾されており、サカルトベロの歴史や聖書の一場面を表している。また周囲にはカルトリスデダがそびえ立っている。 ナリから要塞がこの地に建築されたのは地政学的要因によるものである。この地は、倉川の川底が狭く、また土手や続く丘が、崖があるがゆえ、戦略的に有利な場所だからである。ナリから要塞は4世紀にサーサーアンアサの深い要塞の名で建設された。7世紀になると、ウマイヤ朝の建設王によって拡張された。その後モンゴル帝国により、ナリンから、 小さな要塞の意図解明された。今日現存する要塞のほとんどは16世紀から17世紀に建てられたものだと推定されている。1827年の地震により、要塞の一部分が破損し破壊された。成から要塞へ移動するロープウェイトビリシ下鉄のあばらばり駅からメテヒバシを渡り、徒歩20分程度。 なお、一ラリを払えば、ライク公園からロープウェイでなりから要塞のあるなりから丘の頂上まで移動できる。ライク公園からは数分で到着し、その間飛びりしの美しい街並みを360度見渡すことが可能だ。なお、ロープウェイ1台につき、乗れるのは5人までであり、営業時間は12時から24時まで、メトルカード使用可能である。 なりから、要塞からの風景なりんから、ロシアダゲスタン共和国のデルベントにある世界遺産。ありがとうございます。